はい、皆さんこんばんは、賞味期限のお時間でございます。早いもんですね。今年もあと数日で終わっちゃいます。まさかね、こんなに早く終わると思いませんでしたよ。まあ、今年は、コロナ明けっていうかイベントもやっと、普通に戻ってきて、なんとなくいい感じにスタートできた年だと思います。でこの番組も、今月からスタートさせていただいて、早今日で5回目。まだ慣れてません。びっくりするぐらい慣れてません。慣れてませんけど、今日も頑張って、放送していきたいと思ってます。そうですね、今週というかスタートさせてずっとイベントの話をたくさんさせていただいたんですが、今回ちょっとまあ年の瀬とは関係ないんですけど、ちょっとこの前大掃除をしてると、ばあちゃんの写真とかが出てきたので、ちょっとうちのばあちゃんの話を少ししたいなと思っております。ばあちゃんとじいちゃんの話ですね。うちのばあちゃんはちょっと面白い方で、面白いというか戦前戦後と、まあ、波乱の人生を過ごしてきた方なので、ちょっと変わったところもあるんですが、まあ、ちょっとそれのお話をちょっとだけご紹介したいと思います。ばあちゃんが、ばあちゃんといってもね、結構面白い話って言って、まあ、あれなんですけど、学生の頃腹減らして学校から帰ってくると、おやつというか何か食べ物を探して台所に行くと、ばあちゃんがいて、ばあちゃんお腹すいた、何かあると言うと、あそこにさっきばあちゃんたちがお昼食べた残り物あるけど少ししかないけど食べなって言われて出されてきました。それ何かというと、何だったっけ、ひじきだ、ひじきが出てきたんですよ。ひじきとちょっとして野菜炒めが出てきて、それちょっとご飯あるから一緒に食べて、夜夕飯あるからそんなたくさん食べないで、まあちょっと腹の足しぐらいにしときなって言われて食べたんですよ。で食べようと思ってたんですけど、なんか変な匂いして、ばあちゃんこれなんか臭い、なんか変な匂いしてるって言うと、いや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 、ばあちゃんとじいちゃんさっき食ってたから大丈夫、食えるよ、食べれるから食べなって言われて、まあ食べたんですよね。でも食べたっていうか、口に入れた瞬間からちょっとなんか変わった味がするので、ばあちゃんやっぱこれなんか腐ってんじゃないかなって言ったら、いやいやいや、そんなことないよ、さっきばあちゃんとじいちゃん食ったんだから食べれるよって言って、まあそう言われて食べたんですよ。食べたのはいいんですけど、なんかやっぱなんかうんうんと思いながらも、で自分の部屋に戻り、ちょっと昼寝してたんですよね。でしばらくするとばあちゃんが夕飯できたから出てきなーって、おいでーって言われて出て行ったんですけど、なんかお腹の調子が悪くてですね、なんか胃がムカムカするというか、お腹がちょっとうんと思いながら、で夕飯もういいやって言って食べなかったんですよ。食べなくてもうそのまま寝ちゃって、で次の日の朝起きたら、もうなんすかね、針でお腹を刺されてるよ、刺してるような、なんかすごい腹痛になって、いや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 腹痛んすけどばあちゃんって言ったら、いやー学校どうすんのって、いや行けんっしょって、でもそれぐらいの勢いだったんですよ。まあまあそれでちょっとばあちゃん病院連れてってほしいんだけど、あー分かった、じゃあ病院行くかって言って病院連れてってもらって、まあそれでも腹痛くてですね、で連れて行ってもらって、で検査したらお医者さん曰く食中毒ですねと。でばあちゃんが、え何食った、いや何食ったって、昨日の昼食べたひじきじゃねえって言ったら、いやばあちゃんたちも食ったんだからそんなはずはねえよって言われながらも、で点滴打って、で軽くなんだろう、紙に取らせてもらって、たらお医者さんとうちのばあちゃんが話してるんですけど、それがちょっと聞こえてきたんですけど、いやー最近の若い子はあのぐらいのお腹壊すんだねとか言い始めちゃって、お医者さん曰く、いやーお孫さんはまだあれっすよ、まだ若いっていうかそういうの食べ慣れてないんじゃないですかって話になったんですけど、ばあちゃんよく、いやいやダメだわって、そのぐらいのものでお腹壊してるんだったら何も食べれねえよっていう感じで話してるんですよね。いやそう言われてもね、こっちとしては普通に食べてたらそれが食中毒だったになっちゃったっていう話なんで、でも昔の人は全然大丈夫なんだよと言いながら連れて帰られたいんですけど、まあ点滴のおかげでその日の夜は普通にご飯食べれたんですけどね。
で、うちのばあちゃんってやっぱちょっと変わったところがあって、いろんなものを食べさせてくれるんですけど、なんかなんていうんですかね、昔のもの時はなんか戦争で食べれるもなくて困ってたんけど、今は時代的に裕福になってるので、そんなに無理して食べなくていいよと、食べたいもんだけ食いたいもんだけ食いなっていう感じの人だったんですけどね。そう言いながらも結構あれ食べろこれ食べろはなくて、まあまあ家にあるもの食べなっていう方だったんですけど、でうち外食は基本的にやんなくて、カップラーメンもめったに食べたことがなくて、インスタントカレーも出なかった家だったんですよ。まあそういう家だったんですけど、テレビでたまたま、イタリア料理の特集とかやってたので、「ばあちゃんこれ何？」っつって、そのなんか、まあ、今で言うナポリタンなんですけど、それ食べたいっつったら、分かったっつって作ってくれたんですけど、まあ簡単に言うと今で言う沖縄そばのケチャップ炒めで、ばあちゃん曰くスパゲティ、そう言わされて食べたんですけど、美味しかったんですよ、美味しかったんですけど、頑なにこれは沖縄スパゲティって言い方するし、でも実際的には沖縄焼きそばだよなと思いながらも、まあ、反抗できないので素直に食べてたんですけどね。いやー、なんかそういうことを平気でやってくるばあちゃんだったんで、ちょっと面白いなと思いながら今食べてたんですけどね。で、そういうこともありながら、結構うちのじいちゃん自体が米軍のコックやってたんですけど、じいちゃん的にはもう料理に関してはあまり何も強く言わない方だったんで、ばあちゃんが作るのが世界で一番おいしいって平気で言う人なんで、本当なのかなと思いながらも、結構なんかいい感じにバランス取れてる夫婦でした。で、じいちゃん的にはなんだ米軍で、料理やってるので、基地の中でコックやってるので、まあいろいろと英語とか喋れんのかなと思ったら、「じいちゃん英語喋れんの？」っつったら、「うん、全然わからん」っつって、メニューもどうせ、日本語も英語も一緒だし、で大体「はいはい」ってりゃなんとかなるからっていう感じだったんですよ。で、それがなんかうちに帰ってきて、ばあちゃんはよく喋る人だったので、わーわー言われて、うちのじいちゃんは寡黙というかあんまり喋らない方だったので、なんかそれでバランスが取れてて、うちでも外でもそんな感じでやってる感じでした。で、面白い話で、戦争中にじいちゃんが、マブリの方に行った時に、戦争がもうひどくなってきて、で逃げてきちゃったんですよね。逃げてきたの正解なんですけど、で夜しか移動できないから3日4日かけて、こっちの方まで来たらしいんですけど、でばあちゃん曰くその時弟妹とが小さかったので、逃げるんじゃなくてそのまま捕虜になったらしいんですよ。捕虜になれば食べ物にも困らないし、水も飲めるし、家もあるというか、屋根もあるし、雨風しのげるところだからっていう形で避難してたらしいんですけど、でじいちゃんは一応捕虜になってるのは分かってるんだけど、一生懸命逃げながら来て、でばあちゃんところあって、ばあちゃんがと出会ったらしいんですよ。そしたらばあちゃんが一言「あんた何やってんの？」と、さっさと捕まってしまえば普通に着く来れたのに、なんでわざと3日も4日もかけてさ、って言われたらしいんですよね。でも本人曰く嬉しかったらしいですよ。ちゃんとまあ怪我はしてるけども、ちゃんと会いに来てくれたこと自体が嬉しかったみたいなことは言ってましたよ。ただね、じいちゃんはね、あれから何十年経ってもね、そのことずっとなんか根に持ってるというか、やっぱ第一声が「なんで？」って言われたのがちょっとショックだったらしくて、いまだに引きずってたっていうのがありましたよ。まあまあそう言いながらもばあちゃんは喜んでたっていうのもありました。ただね、うちのじいちゃんとばあちゃんのバランスがかなり良くてですね、ばあちゃんはよく喋って攻撃的なんですけど、じいちゃんはそれを受け流すっていうタイプの人だったので、なかなかバランスの取れて面白い夫婦だったっていうのは覚えてます。で、まあ当時復帰前ですか、まだ沖縄が日本になる前の話なんですけど、なんか仕事とかお金がかかる時期があったらしく、でそれで、大阪の方に出稼ぎにばあちゃん出たらしいんですよ。で出たのはいいんですけど、パスポートがなくて、パスポートないのによく大阪行ったなと思うんですけど、
で向こうで、お仕事してお金貯めてで帰ってきたんですけど、帰るときやっぱパスポート必要になってくるの で一応ばあちゃん役出るのはそんなに難しくないけど、沖縄に戻ってくるのが大変だったって言い方してました。でまあ本当かどうか分かんないですよ。フェリーというかあの船の下に潜って隠れて、荷物と一緒に隠れてで沖縄に密入国したって言い方してましたけど、密どっちが密入国か分かんないですけど、そんなこと言ってましたよ。でも結構そう言いながらも破天荒というか、なかなかチャレンジ精神の強いばあちゃんで、でまあまあ腐ったもの食べさせたりとかするのもあったんですけど、でも結構、理にかなったことも平気で言う方だったので面白かったですよ。だってあの僕が小学校入学するときにの洋服っていうか写真があるんですけど、その時に着てた洋服は全部ばあちゃん の手作りっていうか、ズボンもワイシャツも全部ばあちゃんが塗ってくれたんですよ。でそれ写真がやっぱこの前掃除して出てきて見てて、やっぱこの人すごいなと思って、あのなんだ買いに行くよりは作った方がいいっていう方だったので、で隣近所のお家にも作って持ってったりとか、なんかお祝いがあった時になんか赤ちゃんの洋服みたいな感じも全部ばあちゃんが作ってましたね。なんかまあまあ昔の人って表現はあれですけど、結構いろんなものを作ったりご飯をアレンジしたりとか、まあまあテレビで出てきてる先ほどじゃないんですけど、スパゲティって言ってくるあの沖縄焼きそばが出てきたりとかも結構ありました。で面白い方だったので、その辺はあのツッコミどころあるけど、あの行動力のあるし面白い方だったので、そこら辺は、僕私自身もなんだ学んだっていうか勉強になりましたよ。で結構あの那覇とか行った時にも、あの公設市場とか行くとなんかすごいあの人見知りしない人なので、ガンガン話しかけて友達作って買い物するんですけど、孫の僕はなんか知らないですけどどっかに置かれて、帰ってくるまでここで待っときなって言われてずっとあの待たされてたっていう記憶はあります。当時そう言いながらもばあちゃんいくつなんだろう、自分が小学校の時でばあちゃんまで40代とかだったと思うんですけど、やはりその辺はあのかなり活発的によく動く方だったなって今は特に思います。でその時も結構買い物して、でまあバス乗って帰ってくるんですけど、まあ本人曰く言えばあの田舎に住んでるので、こういう時ぐらい那覇に出てきたらいろんなものを食べていろんなものを買い物していろんなものを見て楽しむっていうのが本人が好き で結構映画とか音楽も好きでやってる方でした。僕はもう完全にあのなんだろう出汁に使われてるというか、孫を連れてるということでなんかうまくやってた感じはしますね。じいちゃんはもう外に出る人じゃないので全然家にいた人だったんですけど、まあじいちゃん面白いのがもう一個あるのが、あのおばさんたちが東京に住んでるんですけど、で長女と、たちと一緒に、次女のところに東京行こうかということで本人も行きたいというので準備して、そしたら那覇空港まで僕が送ったんですけど、突然いやーやっぱ飛行機乗るのめんどくせえから帰るわって言ってみんな東京行かしたんですけど、本人行かないで帰ってきちゃったんですよ。っていうか空港で僕たまたままだ残ってたんで突然走ってきて、軽くね行くのやめたからお家帰ろうぜって言われて、えってでハンバーガー食べに行こうって、えって思いながらじいちゃんに連れられてハンバーガー食べに行って帰ったっていうのもあります。でもばあちゃんは逆に先に東京入っててでなんか箱根まで行ったとか言ってましたけど、あよくまああの二人であのバランスが取れてたなっていうのはとと、まあまあなんだろうすげえ思いますね。でもまあああいう人たちに育てられたから自分としてもイベンターとしていろんな人となんか交わったりとか関わったりとも面白かったし、でうちの地大会やった時にやっぱなんかその世代たちなんでしょうね、方なんでしょうね、ばあちゃんみたいな方々が結構いらっしゃいましたよ。あのブラジルに移民された方とかアルゼンチンに行かれた方とかとお話しさせていただいたんですけど、やっぱりあの好奇心が先に走ってなんか勝ったみたいな、まあまあ沖縄にいてもよかったんだけどせっかくなのでそういう話があったんでちょっと
行ってみようかなっていう形で行った人たちも結構いたって言ってました。でうちのばあちゃんも本当は行きたかったみたいなんですけど、当時、まあ、うちのばあちゃんが一番年上だったので弟妹とか親戚の子たちとかも預かってたので、それがあるので出られなかったとは言ってました。でも本人はもしタイミングがあればチャンスがあれば海外も行こうと思ってたと思いますよ。それぐらいなんか前向きというかいろんなことの好奇心の塊っていう形の方だったので、今考えるとなかなか面白い人だったなってつくづく思います。ただ先話じゃないですけど、スパゲティって言われて沖縄そばのケチャップ炒めが出てきた時、本当に沖縄そばをフライパンで炒めて上からケチャップをドバッてかけてるだけのものなんですけど、もちろん野菜でピーマンとか玉ねぎとかポークとかソーセージみたいな感じの入ってたんですけど、かたくなにそれはスパゲティだって言って、今で言うパスタというかナポリタンですねをいくつまでかな、結構長く言い続けてましたよ。本人が一回食べたらその味だったんで間違いない、これはそうなんだっていうことをかたくなに言ってましたね。だからうちの家もともと前もさっきも言いましたけど外食する家じゃなかったので、まあうちの親父もそうなんですけど、まあじいちゃんもそうなんですけど、コックっていうか料理人だったので、やはりなんか外に出てご飯食べるっていう勉強をするよりは家で沖縄料理をゆっくり食べるっていうのがかなり好きな方々だったので、外食は本当に自分が連れてった以外では、あとは親戚の方がやってる店以外では、出かけた記憶はないです。本当に連れて行かれてどこどこ行こうって言ったのはないですね。うちのおふくろは結構好きだったんですけど、ばあちゃんたちはもう本当に外に出てご飯食べるぐらい、まあ何かの沖縄そばぐらいしかなくて、なんか本人たち曰くそんなにまで外に出てまでたくさん食べたいっていうのはあまりなかったような感じはします。ただ県外に一緒に行った時には、まあ、旅行で行った時に関してはなんか積極的になんかそばとかうどんは好きでと言って、結構なんかその辺の料理屋さんに入った時にはうどん関係とか麺関係はかなり食べてたっていう記憶はありますね。まあ人たちに育てられて、まあ今で言うなんて言えばいいんですかね、戦前の、まあまあうちのばあちゃんは昭和生まれなんですけど、じいちゃんが大正生まれだったんですけどね、まあそういうこともあって昔がたきではないんですけど今風の人たちだったんですけど、やはりその辺のなんかテレビの情報には流されないという人たちだったのでかなり良かったですよ。で日曜日になると必ずお昼ご飯はふかした芋と豆腐がもう主食というか、これがもう毎週日曜日はこれだったっすねっていう感じでしたね。でなんか当時それで嫌いで、自分もなんかずっと豆腐と芋しか食べさせられてないような気がなっちゃしてたんですけど、この年になってもう数十年経って改めて食べると結構豆腐も芋もやっぱり美味しくてですね。でじいちゃん曰くなんか戦争経験したとか言わせれば一番の贅沢だとか言いながらも、本当は日曜日だからばあちゃんにご飯を作る準備させるっていうのもかわいそうだから芋と豆腐でいいんだよって、まあ夜はちゃんと作ってましたけど朝飯とかはじいちゃんが作ったりとかしてましたね。そういうなんか、うん、休みの日に関してはもう本当にばあちゃんには何もさせないという感じの家でしたので、結構じいちゃんが頑張ってそこら辺はいろいろ料理したりとか気使ったりとかしてましたよ。まあじいちゃんばあちゃん亡くなって結構月日は経つっていうか年数経つんですけど、たまたま、まあ年末の大掃除をする機会というかタイミングがあったので掃除したら写真が出てきて、で着物出てきていろんなの出てきたので、それを見てああ懐かしいなと思いながらふと思い出しました。ちょっと他の家庭家がどんな感じか分かんないですけど、うちの家としてはなんかばあちゃん中心の家だったので、そのばあちゃんが一生懸命守ってきてたもんっていうのが結構今になって思い出すっていうのがあります。まあ人たちなんかね
楽しくやってましたよ。なんか物がないから作りゃいいやとか、お腹空いたら畑行きゃいいやなみたいな感じで、そういうことでなんかやってましたし、うちにも今じゃあれですけど、当時は家の敷地の中に豚がいたりとか、ヤギがいたりとか、そういう時代でしたよね。ほとんど隣近所もそうだったんですけど、今じゃちょっとね、考えられないんですけど、当時はそういう家は結構ありました。で、本当はね、ばあちゃん、じいちゃん話とかね、いろいろいっぱいあるんですけども、そろそろお時間が近づいてきたので、今年もあとわずかでございます。皆さん、なんかやり残しのことがなければいいんですが、もしあるんであれば、あと2、3日ありますので、2、3日ねえな、もう今日なんで、明日もう土曜日、日曜日で終わっちゃうんで、この2日間で何か、やり残したことがあれば、それをちょっとまたなんか掃除までしてみて、なんかやってみても良いかと思いますよ。さあ、そろそろもうお時間も近づいてきて、夜も更けてきました。ちょっと今エンディングの曲の方をちょっとタイミング見て流して締めていきたいかなと思っております。さあ、もう本当にもうこんな時間でございますね。まあなかなか、あっという間に今年も終わってしまったし、番組も今日、もうほとんどお時間なくなってきました。あと4分5分の世界なんですけど、ただ今月から番組始めて、最初これだあれだとコーナー作って準備してて、いろいろと収録もやってはある割には、年末の作業で追われ、企画に追われ、編集できず、結局、年を越してしまうっていうことになってしまいました。音楽流すこともなく、結局ね、私自身のそのなんか世間話でずっと終わってるような感じになってるので、これもどうかなと思うんですけど、まあそれはそれでね、今年が皆さん覚えてますか？うさぎ年だったんですよ。こんな時しか出てこない会話なんですけど、さあ、うさぎも終わって月は何だっけ？辰でしたっけ？まあ来年こそはと思いながらも、今年をとりあえずあと2日間、振り返りながらも反省しながらも、来年に向けて、いろいろとやっていきたいと思っております。さあ、番組始めて早1ヶ月近くなるんですが、本当に申し訳ないです、このグダグダ感。一応アレンジで本当作ってあるんではあるんですけど、なんか間に合わないんですわ、申し訳なくて。で、なんか何がいいのか悪いのかっていうのも手探りでやってる状況でございますが、とりあえず、今年は、こんな感じで締めるというか、終わらさせてもらいます。で、来年からまた面白い番組を、年の頭にすぐ、もう数日ですけど、でやらせていただこうと思っております。ちょっと来週の番組の収録あたりにはまだなんか新しいことができればなとか思ってますんで、その時にはちょっといろいろと、カメラ回しながらも行くんですが、そこの、内容もちょっと流せる範囲ですけど、流していきたいと思っております。さあね、でもそう言いながらね、なんてどういうふうな形になっていくかっていうのもまだ分かってないところもあるんですが、事前収録されたものが流せれば一番いいんですけど、まだちょっと編集関係が間に合ってないところもあります。まあそこら辺も踏まえた上で、ちょっとまた新しいものを取りに行きますので、それをちょっと踏まえた上で、また次回につなげたいと思います。で、今年は、こんな感じで突然始まった番組なんですが、今年はこれで締めたいと思っております。皆さん、本当に、今年1年お疲れ様でした。コロナもあって大変な1年だったと思いますが、やっと明けましたし、で、来年からまた新しい年を迎え、みんな仲良く楽しくやっていければなと思います。で、ちょっと寒い時期がまたしばらく続くみたいな感じはしますけども、体調管理も気をつけて、風邪などひかず、初詣など行きで、力をつけて元気よく、また来年1月、またいい年を迎えれるように、心から願っております。では皆さん、本当に何て言いますかね、良いお年をって言えばいいですかね、そんな感じで考えております。
ではまあこんな遅い時間なので皆さんちょっとまたお出かけしたいとか飲まれている方もいらっしゃると思いますが年の瀬でございます。体調管理と事故などに気をつけて十分楽しく日々過ごしてください。今年度ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。来年もうまく楽しくできるようなことを僕も心から祈って新しいイベントなんかの発表もできるようにしたいと思っておりますので、ではよろしくお願いします。では良いお年を。